皆さんこんにちは、澤田です。3月8日本日ですね、大人気作品のドラゴンボールの、鳥山明先生が、お亡くなりになられたというニュースを、見ました。僕がドラゴンボールを初めて読んだのが小学3年生の頃で、まあ、母に勧められて読んだ漫画なんですけども、ずいぶん長いこと一緒にいた作品だったので、鳥山先生が亡くなったって聞いて本当にちょっと驚き隠せなかったというか、まあ皆さんも言ってらっしゃるんですけども、本当にドラゴンボールがあるんだったら一つ願いが叶うんだったらというところではあるんですけども、68歳にしてですね、まあこの生涯にね幕を閉じたというわけなんですけども、早すぎますね。本当に早すぎます。急なことだったということではあるんですけども、やっぱりですね、あのいろいろとこう、まあ連載もやっぱり長かったでしょうし、やっぱお体に負担はですねかかってたのかなというところもあります。もう実際に連載が終了して随分経つんですけども、最近ではやっぱりゲームだったりとか、その豊太郎先生が2代目を受け継いでドラゴンボールスーパーだったりとかを連載されてるわけですけども、もう全部好きです。ぶっちゃけドクタースランプのあられちゃんもですけども、サンドランドも最近映画であって、でもう鳥山先生大好きなので全部の作品を、まあ、また一から見直したいと思ってますし、実際今もですね、自分の小学2年生の息子がいるんですけども、こうやってドラゴンボールの完全版を買い与えてというか、まあ、僕自身も欲しかったので、何回も最近またつい最近本当に何度も読み返していた作品でした。で実際にその今はその有料の動画配信サービスがあるので、そこで息子にはドラゴンボール Z からしっかり見てもらって、それだけ世代を超えて愛される作品なんだなっていうのがすごいことだなって思います。バトル漫画の金字塔である、鳥山先生、ご冥福をお祈りいたします。これからも僕は世の中に広めていきたいと思います。僕が今やってるのはフィギュアの写真を撮ってるんですけども、こういうドラゴンボール悟空だったりとかですね、今後あのいろいろ展開されるですね、フィギュアも集めて写真を撮ってドラゴンボールの素晴らしさを世の中に広めていきたいと思います。鳥山明先生、ご冥福をお祈りいたします。最後まで見てくださりありがとうございました。